このブローチね、周総理の姪御さん、あの方周総理子供さんいないから、はい、お嬢さんが下したるべき、ね、はい、でもやっぱり世界中を見せてあげるっていうのが父のもうなんだろうね、信念。もうちっちゃい時か小学校の頃からマキコは世界中を見せてあげる、お父さんが外国行く時は必ず連れていく、中国だけは黙って、そういう国に行くにもノーインフォメーションだから危険だなと。しかも日中で日本人が中国でも虐殺を繰り返したりひどいことをずっとその後も続けてきているので、だからそういうところに行ったら、まあ、まずいい思いはしないだろうと。世界中連れていくけど今回の中国行きだけは絶対にダメだと言ってます。うちの父はやっぱり戦争の責任日本は取っていないということ、中国だけではなくて韓国や他の ASEAN、 そういうケリをつけたいというか、しっかり戦争責任について日本はお詫びしなきゃいけない。でそれはなぜかと言ったら、父はすごい平和っていうこと、もう本当に戦争しちゃいけないということが父の哲学で、政治家になったら一つは日本の戦後の復興、経済復興、もう一つは外交の面で日本はしっかりと世界に対してけじめをつけてない、外交の面でも政治の面でも。ポツダム宣言は1945年受諾しているけれども、だけど本当のけりをその後の日本がつけて謝罪してないじゃないかという気持ちがすごい非常にあって、そうしないと平和は訪れないと。相手の心、目に見えない心の中で相手が恨んでいたり怒っていたりするものに対して、やっぱり加害者たる日本は謝罪をするべきだと、そういう気持ちがすごくあったんですね。だから絶対に戦争をしてはいけない。で中国語なんて言うんですか、メンマファン、麻烦了，天麻烦了，ごめんをかけました。低いんでしょ。それで周総理が怒ったんでしょ。でそれは私たちもその後ずっと思ってたし、父もどういうことかって言ってたら、中国語は私たち知らないわけですね。あの原稿を作ったのは日本の外務省ですよね。今だって総理が作るのも全部、私が外務大臣の時もそうだけど、役人が文書を作るわけです。で私英語のスピーチというか全部自分で見ました、外務大臣中は。で詩を入れたし直したし、その国ではこういう言葉どういうふうに受け入れられるのってしょっちゅう聞いて、外務省嫌がりましたよ。最後私自分で書いて自分で調べてもう一回って言った最後は、だからそれだけ言葉って大事なんです。それを学んだのも、その今の言ったお詫び申し、ご迷惑かけました。私も中国人の友達いてよく聞くんだけど、なんであんな軽い言葉使ったのかと、怒らせたのかと、田中先生の気持ちと言葉が全然合わない。でそれは訳した人が知っててやったのか、知らないでお詫びするのはその言葉でいいと思ったのか、あるいはこの程度の誤り方を日本の総理はすればいいんだ、当時の通訳一人で若い子が書いたわけじゃなくて、外務省やら内閣府かどうか知らないけど今で言えばね、それらが検討したんでしょう。そういう力が働いていたと私は思うんです。上海からだけど帰ってきた時に、自民党のこれ今の安倍さん、福田さん、小泉さんの岸さんの系統から、もうお前は国賊であると、売国奴だと、もうあの時はすっごかったらしいですよ。秘書官やら警護官やらもみんな震えて、田中総理がよく耐えたって、新潟へ帰る、今すぐ銀バッジ外して腹を切れ、なぜ共産党の中国、なぜ台湾を切ったかと、死ぬまで右翼に追いかけられたんですよ。ゴルフするだけで右翼が後ろからゴルフバッグに日本刀を入れて追っかけてきたことがあるんですよ。ゴルフ場でゴルフバッグのプレイヤーの格好をして、そして日本刀を持って田中角栄さんを切りつけようとしてきたんです。だから警護官が4人もついてゴルフやってて、それから病気になって精神病院に入院した時も、看護婦さんとドクターの白い洋服を着て、病室って鍵が閉まらないでしょ、特別室で20ドアだったけど鍵は閉めないですからね、しょっちゅうほら体温測りに来たり
読者が来るでしょ。その外にすごいさ、警護官がドアの外に椅子に座ってたレスピーがね、いてよかったんだけど、白衣着た看護婦さんと医者の格好して右翼が入ってきそう。だから田中角栄は国賊だと。だ日中国交ってのは死ぬまでついてもあったんですよ。もう彼らにしたら何としても田中角栄を殺さなきゃって。でもそれは歴史だからね、国民がそういう人を選んでるんだから。帰ってきてうちに来るなり、ああお父さん大失敗した、何やったのって言ったら、真紀子を連れていかないことだった、周恩来毛沢東にぜひ真紀子に会わせたかった、真紀子がどう言ったか聞きたかった、それが一つ。もう一つは上海で子供たちが出迎えてくれた見送り、歌って踊ってあのフェアウェルやったんでしょ、飛行機が日本に帰る時、とっても可愛らしかった、あれを見せたかった、あの子たちが中国の未来をね、本当に可愛くて嬉しかった、ものすごく嬉しかったって、ものすごく言ってますよ。周総理はあの立派な人だったと、すごく自分と気があったと。でもう会った瞬間あちらもそう思ったっていうことを、後で東栄町先生が目白に来られた時に、私が中南海に主人と行った時も、中南海の自宅で周総理が亡くなってからお茶会やってくださって、田中角栄さんと主人でなかったらできなかったと。でうちの父も同じこと言ってましたって笑ったんですけど、革命家だから周総理はそれを言ったそうで、革命家で夜いつもゲリラで動いてたから、自分たちは夜型の人間で朝弱いと。ところが日中で田中角栄が来るって言った時に、周総理はこれ奥様がやっぱりおっしゃった、生活を変えたんだって、朝方に起きるように周総理は。それと父が食べるものが何が好きか、どういうタイプか、何がアレルギーがあって何がジンマシンか、全部調べたんですってよ。だ最善の状態で受け入れてくださったんです。クスノキか何かで作った額縁をくれて、これは一番硬い中国の木で、写真のピクチャーフレームを作って、これに、日本に目白に来られた時の小平さんのとうちの両親とかなんかとうちの孫とも撮った写真を入れて、これを田中角栄さんのお土産にあげてくださいって息子さんが持ってきた。もう感動しましたよ。そういう人と人のつながりがどれだけ大事かと。